クワクプレハでーす。どうも、ゆっくりだよ。2022年3月10日の武器錬成です。本日もよろしくねー。さて、今日は？今日はセルマの武器を作りまーす。ロマサガ2であん？あれ？これ間違えた？前回に引き続き間違えました。売却しておきます。特に指定なし、75%。読ませる気のない字幕くん、好きっす。証券使いってそこそこいるんだね。アネンの性別不明と縦攻撃、83%。全体攻撃、78%。ロマサガ1のみ、81%。ジャミルのソーンバインドは残属性だけど、相手カウントしてません。あしからず。あ、素材がなくなったね。じゃあ次はアーニャで行きましょう。リユニで横攻撃、86%。GB サガの女性、勝つ盾攻撃で、82%。サガフロワンで横攻撃、85%。サイレンスとテアト、両者とも頑張ってください。サガスカのみ、84%。本日の SS、出ました。サガスカで性別不明、93%。椿用ならず。今回は、セルマ150、アーナ208の、計358でした。ということで今回はここまで、また次回をお楽しみに。バイバーイ。